オ TV。 だからもう半日とかじゃ打とうと思って、何が大事なのか、もちろん一番大事なのは設定なんですけど、ただうん、一日とかね、まして半日とかみたいな条件で、範囲でのね結果に限ってはもう本当その時の展開一つっていうのかな、まあ、もちろん設定は大事なんだけど、それ以上にもその時にこのそのモード以降の月があるかないかっていうことなんじゃない、まあ、だからね、6だけ別格、うん、6だけ本当別格、頭2つぐらい他の設定とそのモード以降が違うんで、でもね、その6もある程度までも打たないと分かんないこともまあまああんだろうなと思いますよ。ちょっとモード移行とかで薄いとこ引いちゃったりとか、そしたらね、もうどんな動きするか分かんないんでね、150ゲーム。いいよ。まあ要はこの32ナに当てちまえばいいわけだからね。レンチャンモードが下の方でも、そう、だからもうこれも自力ゾーンって思った方がいいよ。ここは。で、初当たりモードはボーナス引いた時ですけど、レンチャンモードはこれが終わった時、32ゲーム消化した時に移行調整しますんで、まあ移行調整ってのは昇格終戦だよね、下がることはないから、80パルーブ行くまでは。だからこのボーナス後の32ゲームで意識を発揮できれば、要は単純に出るわけですよ、うん、でさっき3年で終わっちゃったけど、なんやかやっぱ初パルブって強烈なんでね、まあまあ3年で終わらせる人が言うことじゃないですけど、もうね、低速点滅、これができればもう絶対負けないから、いやまさかも3年の持ち玉で天国届かなかった、天国というか8パルプね、やりました、いやでもいいぞこれ、いいぞ、すごかったから今度こそちゃんと連射させたいね、
あるんでね。でもいや終わってないよ。 OK。 いやーうまくいかない。まあ5連ってやっぱ80パーループで5連って聞いたらまあでも全然ね、まあ普通だよとっていう感じなんですけど、実質ドア玉の2回は自力なんで、天国のループで言ったらなるので、3連3周ちょっと弱いよね。150ゲームだったんですよね、さっき天国間のゲーム数が。この感覚で天国引っ張ってきてて、持ってるコインがこれじゃあちょっとだいぶ足りてないんじゃないかと思う。その2回でうまくすれば3000枚ぐらい持ってても別にいいわけだからね。まあ普通。でまあ初当たりで頑張るってよりは初当たった後の32ゲームでどんだけ頑張れるかっていう、そこが大事なんでね。今そこさえ頑張れればコートでもなるんだよね。そこ頑張れないと初当たりどんだけ引いても、ね、1個も 80% 上がらないっていう仕様ですね。レンチャンモードが下の方でも当たりを引っ張ってさえ来れれば上がるわけだからね。この32ゲームは要は当たり確率がモードによって変わる ST みたいなもんなんで、頑張れ。やばい、一応1回当たりましたんで当たりモードなりレンチャンモードなりが上がったかもしれないと。